結構長いんでね。まあ飛ばし飛ばしやっていきますが、なんとか乗りそうですね。なんかニーベルンバレスって変わった？なんか変わったよ、ニーベルンバレスって。なんかレナス仕様になったよね、ニーベルンバレスって。行きましょう。超ダメージの高得負荷、まあこんなもんかな。なんかここでは鍵ってのが大事になるっぽいんよな。鍵を駆使して進んでいくっぽいんですよね。なんか押せるやん、乗れる。ほう、はあ、押せるけど、あ、戻っていくね。はあ、何をするの？浮いている？これ鍵なんや。もうこうやったら解けるのか。ああ、なるほど。あ、んであとなんか黄色と赤があるんか。ちょっと探しに行けと。はいはい。そしたら、奥から行きますか。あ、アリューゼや。ルーファスも一緒なのか。とうとうお前らもエインフェリアにされちまったのか。近寄らないでください。バルキリーの飼い犬が。バルバロッサ王のことはすまなかった。
謝って済む問題じゃねえぞ。分かってる。今ここで俺を殺して気が晴れるならそれでもいい。俺は間違ってた。何かあったのか？何もないからこうしてるんだ。今まで神の傭兵のつもりで耐えてきたが、エインフェリアなんてただの使いパシリさ。もううんざりだ。俺は降りた。でも一つだけ朗報がある。オーディンが誰かに連れ去られたらしい。知ってるよ。レザードの仕業だ。なんだって？あの神器臭い魔導士が？やるじゃねえか、あいつ。そんな簡単な話ではありません。彼は私たちに何か隠しています。よくわからないのですが、とても大きなことを。俺たちがオーディンとやり合ってるとこで横からかっさらっていきやがったんだぜ。お前らたった二人でオーディンと戦ったのか？まあな。乾杯だ。自分がつくづく嫌になる。じゃあ俺たちの傭兵になってくれよ。金は払えねえけどね。いいのか？ええ。一緒にドラゴンオーブを探してもらえますか？わかった、急ごう。ミッドガルトは相当ヤバいことになってるって話だからな。いや、BGM の被り方よ。お、外に出た。あ、BGM なくなった。ドラゴンボ…ドラゴンボールじゃねえや。ドラゴンオーブ。ドラゴンボールじゃねえよ。ドラゴンボールみたいやけど。このブラマス、私たちに解けるでしょうか？この際そいつは後にして、ドラゴンオーブだけ持っていこう。ダメよ、一緒に連れていくわ。こんなでかいのどうやって？これを使えば。これって水鏡よ。シルメリアに聞いたことがあるの。遠くの相手と話をしたり、物を入れて移送できるはずよ。ここに飛び込めばみんなまとめてミッドガルドへ戻れるってわけか。急ぎましょう。待て。まだ嫌がったのか？騒ぐな。アーリー姉ちゃんか。ここで争うつもりはない。力を借りたいのだ。そりゃ虫が良すぎやしねえか？シルメリアを救うためでもか？シルメリアはオーディン様と共にレザードに連れ去られているのだ。
そんなデタラメで騙されねえぞ。お前たち見てなかったのか。あいにくそんな余裕はなかったからな。だがレザードがオーディン様に神の技を発動したのは見たのだろう。本来人間には成し得ぬ技ではあるが、知識と力が揃えば不可能ではないらしい。賢者の意志が及ぼす知識とシルメリアの魂の力、レザードはユグドラシルの外に新世界を創造し、その地に逃れている。へえ。新世界。王は閉じた時間軸を作り、死の運命から逃れることを望んでいます。深海、人間界、冥界、そのどれにも属さぬ新たなる世界樹の創造、すなわち神々との決別。やはりリパンの研究は完成していたのですね。そのようだ。おそらくあの者は王子の秘宝も得得しているだろう。強敵だな。お前一緒に行く気か。当然だろう。オーディンがどうなろうと構わないけど、あんな危ねえ奴を放っておけるか。頼もしい。ブラムスの封印を解いてください。そしてドラゴンオーブも。それが条件です。人間が神と駆け引きとは。おお、フレイ姉さんや。許せない。無駄なあがき見苦しいわね。キュアプラムス。いや強よ。一撃5000。マジで。キュアプラムス。クールダンセル。やべえなこれ。回復が間に合わんな。全体回復パーティー全体1500。これだろう。これ使ってクールダンセル。お、アスタニッシュグリス、かっけー。やべえ。アスタニッシュグリスもう一回見たいな。なに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 。あ、エーテルストライク。いや。フレイ姉さん、こんな奴に構ってないでとっとと逃げるんだったぜ。神がミスミスエインフェリアを逃がすなど断じてありえないわ。
るじゃねえか。二人を頼んだぜ。ん？やめた？アーリー、気は確かなの？エインフェリアを軽んじるは我らの思い上がり。アーリー、やめなさい。おう、ドラゴンオーブの力使って逃げたんか。ヒビ？かくなる上はあなたに命運を託すほかないの。レナス。レナス。レナスお姉ちゃん。レナスが真ん中の子やったかな。歪みの世界樹。今度ばかりは本当に助けてくれたみたいだな。そう取ってくれるのなら幸いだが、助けたつもりはない。これが世界を救う最善の策と判断したまでだ。今も心はオーディンにあるってか。それは私。お、ブラムス。よくわからない。世界があっての神、神があっての世界ではない。お前は今それに気づきかけているのだ。不死者が知ったふうなことを。戦ってどうすんねん。そういう話はオーディンとレザードにしてあげてください。その通りだな。先を急ごう。おそらくレザードはこの先にいる。想像されたばかりの世界。この世界じゃまだ今いるこの場が全てってことか。もうアスガルドへもミッドガルドへも戻れないのね。手は打ってある。これは水鏡？閉じた世界をつなぐ唯一の窓だ。いざとなれば戻ることはできる。便利アイテムやん。とはいえもはやアスガルドもさらなる荒廃を免れまい。私に言わせればそれはオーディンの自業自得だがな。だからって全部なくなっちまったら俺もあんたもみんな困るんだぜ。そういうことだ。ドラゴンオーブはここに、グングニルはレザードの手にあるんだな。世界を守る至宝のうち二つまでもがこの異世界にあるということだ。いっそ今すぐオーブで全部焼き払っちまうわけにはいかねえのか。安定のための力を破壊に利用すればその度に力は衰えてゆく。ミッドガルドを見限る覚悟があればそれもいいが。冗談じゃねえ。
この波動はレナス。またか。でもなぜ。この三姉妹の設定ってどこで確立したんやろ。